一緒にどう？今日はお魚のさばき方です。今日はソイをさばいてみたいと思います。それでは、今が旬のソイです。やっぱりこの冬の時期は大変身も締まってですね、美味しいソイです。今日はお鍋用にちょっと調理をしたいと思います。まずソイのぬめりを取ってください。でぬめりを取ってきれいに水洗いをして表面のぬるぬるを取ります。それからまずお腹を出します。でこう後ろの方からちょっと出歯ですけど、ここがちょっと硬いんで、で頭までずっと包丁で入れます。で頭まで入れましたらエラを取ります。でエラはちょっとここまで入ると手で取れますんで、手で取っていただきます。でエラと一緒に内臓も取れます。で内臓がきれいに取れます。とやっぱりお魚の生臭いだとかですね、鮮度が悪くなるのはここですんで、この血合いをスプーンできれいに取ってください。でスプーンで取った後内臓の水洗いをします。タオルできれいに拭いてぬめりを取ってください。で頭を取る場合、ここのヒレのギリギリで鎌というところですけど、ここに1回入れます。そうするとこのヒレが全部取れてきます。でここの真ん中の骨が硬いんで、下の方を作ってちょっと入れて反対側に向いてまたギリギリで下ろします。そうすると頭が取れました。で3枚に下ろす場合ですね、この腹びれに沿って1回包丁を入れてください。でここまで入っちゃうと身も硬いんで骨と身が剥がれてます。それから背の方に向けて、ここも背びれに沿ってまっすぐ1回入れてください。でここからもう1回入れると真ん中の骨にまで到達してます。今度腹の方の骨を逆に向いて入れてください。で包丁がよしと、ここで入りました。それから後ろの方をちょっとやって、でここで骨が硬いんで立ててやります。ちょっと片っぽ取れました。それからもう片っぽも全く同じです。背びれに沿って横に入れてきます。こちらも入れてきます。でここで真ん中の骨まで達するように何回か、2回ぐらいで入りますので入れてください。でこれも同じく後ろちょっと入れてですね、それから前に向かって入れます。でこれで3枚に折りました。それからお鍋にするんで、これ骨がないようにしたいんで、この腹のハラスは取っちゃいます。で腹の骨がちょっと硬いんで、なるべくこの腹びれに沿って腹に取って入れます。でこれもお鍋ですんで出汁が出ますんで、投げないで取っておいてください。切り身にするだけです。鍋用に切り身にするということで、皮の方を必ず下にして切ってください。そうすると切りやすいです。でこれも尻尾から切っていくというふうにすると身割れはしません。で大体これだと、まあ、鍋にするんでちょっと小さくするかなと思うと4つか5つに切れますけど、ちょっと大きめに切って3つにします。でこちらも尻尾から、頭ですね。でご家庭でこれ半分にするには出歯だとかなかなか滑っておっかないんで、この鎌だけ、鎌とヒレだけ取ってください。本当に洗いようですね。でこれはちょっと洗ってですね、出汁が出ますんで、お鍋にこのままで結構です。このまま頭をゴロンと入れてください。で中骨もだいたいこれだと5つぐらいですかね。